映ってます多分よし、おはようございます。まあ何度もいつものことですけど、まあ皆さんがおはようございますかどうかは別として、朝なんでおはようございますですいません。今日はね、今29番、国道298に乗りました。まあ、よく走ってますけど、まあ、あんまり動画にしてる機会もなかったんで、たまにはいいかなと思って、動画にしてみようかなと思ってます。まあね、あの何年か前に開通したばっかの道路で、東京外環道路と並走して走ってる道路ですね。前ね、違う仕事してた時はよく埼玉の三郷からよく、ね、298号とか外環利用してましたけど、まあ、ここがつながってね、便利になったのかなってないのかだと思うんだよな。まあ、確かにね、市川市から、ね、練馬の方までずっとまっすぐ行ける道路がつながったっていう利便性はあるにせよ、つながる前って正直川口の先、安行の先ぐらいまで行かないとそこまで混むイメージなかったんだけど、つながったことによってね、なんかどうも草加のあたりの渋滞がひどくなったと思うんだよね。埼玉の人どうですかね。仕事してて朝あそこを通ると、時間で言うとどんぐらいだろうな、7時前ぐらいまではそんなに草加のあの辺って混んでるイメージがなかったんだけど、なんかこれが繋がっちゃってからね、やけに渋滞がひどくなったような気がする。で、千葉に関しては、もともとこれが繋がってなかった時っていうのは、国道1号線っていうね、市川の駅の方からその三郷っていうか、まあ千葉で言うと松戸なんだけど、でも三郷本の方に抜けていく298号の入り口の手前の方に伸びてるね、あの1号線っていうのがすごく大渋滞してて、まあ、そこに関してはね、これが繋がったことによって、まあ、だいぶ渋滞も緩和されてるなんていう情報を聞きますけど、まあ、どうなんだろうね。草加のあたりって結構仕事で、ね、通過する人が多かったりするんだよね。川口がさ、その先でジャンクションだしさ、ね、逆向けば、三郷で、ね、常磐道とか首都高のジャンクションになるわけで、嫌なとこ混んじゃったよね。草加なんてさ、本当入り口も出口も渋滞してるからね、最近ね。あれはちょっと個人的にはいただけなかったかなと思ってます。で、まあ、こっち今走ってる298に関してはそこまでこっち側、要は埼玉に向かって走る方は朝は混んでないかな。反対はね、映ってるか分かんないけど大渋滞、どうしても湾岸に向かって走ってる道路だから混んじゃうよね。どうしてもこう、なんだろう、首都高の湾岸線だけ乗る人とかはここ走っていくことになるからね、まあ、それは混むよね。で、ここのさ、何があれかってさ、いつも思うんだけど、こう、このさ、道路の脇がまだ整備されてない箇所がいっぱいあってさ、何になるのかなっていうとこ多いよね、特に松戸らへん、あの土地の買収が一番遅れたらへんね。あの辺はこれからどうなるのかななんて思って見てますけど、どうなんでしょうね。道の駅がさ、できたっていうのはすごくありがたいんだけど、道の駅もさ、前回違う動画で出したけどめちゃめちゃ混んでるからね。で、ほら夜中はさ、バイクとか車のね、騒音苦情なんか多いみたいだしさ、もうちょっとこうマナーよく使えないもんかなと思うけど、この辺の脇道がさ、どこにどうつながってるのかいまいち分かってない地元民なんだけどね。なんか道が分かりにくくなっちゃった。
あんまり白波市行かないから横道ずれたら分かりにくいかもしれない。なんかさ、ツーリング行った先ではね、結構脇道それてマイナーな道を通って走るの好きなんだけど、こういかんせね、地元付近っていうのは余計な道にはあんまり入っていかない。なんかあの変な一通とか多かったりとかさ、行き止まりが嫌でね、バイクだと特に U ターンするのめんどくさいからさ。しかしみんなすり抜けるね。約束の橋、変な名前だね。かかってる橋が、そういえばさ、この歩道橋、なんかみんなさ名前ついてんだけどさ、みんなあんまりパッとしないね。ライダー多いな。道の駅まで500メートル。道の駅に寄って帰ろうかな。木曜日だから唐揚げ屋さんがいるはずだけどやってないね、時間的にね。確か9時からだからやってないけど、ちょっと挨拶したけして帰ろうかな。そうそう、なんか最近こんな雑談ばっかのね、元ブログになっちゃってますけど、やっぱりこうどうしてもね、あの隣の東京まだね、緊急事態宣言出てますし、まあ、この辺もまん延防止措置の対象地域に入っちゃってるはずなんでね、あんまり遠出はできない。ていうか県またぎは仕事以外では極力控えてるんで、ちょっとねツーリングらしきツーリングがしにくいのがあって雑談ばっかりになってますけど、まあそれはそれでいいかなと思ってるんで、あんまりなんかこうさツーリング動画考えてると、ね、やっぱりまたなんかこう、なんつうの、行き先を考えるのが疲れちゃう時が来るしさ、ちょっと無理がね生じてきちゃうんで、まあこういったねなんか日記みたいな感じで細々とやっててもいいのかななんて思ってます。あんまりねこうわちゃわちゃするような人間でもないし、あんまりこうなんていうのね、伸びてる元ブロガーさんみたいに面白いことをするようなっていうかね、言うような人間じゃないんで、まあぼちぼち見ていただける方に見ていただけてね、なんかこうちょっとでも共感する場所があったりとか、そういう考えもあるかななんてのが思ってもらえれば幸いかななんて思って、最近はこういった雑談部ね、の元ブログばっかになってますけど、まあ相変わらずあのお付き合いいただいている方が多数いらっしゃってありがたい限りです。いつも見ていただいている方ありがとうございます。今後も細々とやっていきますんで、お付き合いいただける方はそのままチャンネル登録していていただけるとありがたいかなと思ってます。道の駅着きました。相変わらず大型多いね。こういう人がさ休憩できなくならないような道の駅であってほしいけど、どうだろうね。カズさんいるかな。あ、唐揚げ屋さんね。あ、いるね。てか開いてんのかな、もう開いてるっぽいね。ちょっと止めて行きたいな。到着です。じゃあこの辺で止めようかな。穴がある。熱い。シールド開けよう。おはようございます。あ、おはようございます。あ、今日奥さん
あ、今日はあれです、仕事っす。動画回ってますけど大丈夫ですか？大丈夫です。あ、本当ですか？こんなとこだな。動画回しながら来ちゃったんで。え？動画回しながら来ちゃったんで。映ってます多分。使わせてもらいます。あれもう上げられるんですか？もう大丈夫です。あ、本当ですか？ちょっと鍵抜いてきます。というわけで道の駅市川の唐揚げ屋さんです。今回はこの辺で以上になります。みんなもね、唐揚げ食べに来てください。ありがとうございました。